赤外線。赤外線は、可視光線の赤色より波長が長く、周波数が低い、電波より波長の短い電磁波のことである。人の目では見ることができない光である。英語では、インフロレドといい、赤より下にある、赤より低いを意味する、アンフラは、下を意味する、窃盗時。文工学などの分野では、IR とも略称される。大院義語に、紫より上にある、 紫より高いを意味する紫外線 A、ウルトラバイオレットがある。人間の視覚は波長の長い光を赤色光として感じ取るが、その上限は760から830ナノメートル付近とされ、それより波長の長い光は知覚できず可視光線の赤色の外側という意味で赤外線というミリ波長の電波よりも波長の短い電磁波全般を指し、 波長ではおよそ0.7マイクロメートルから1ミリメートルイコール1000マイクロメートルに分布する。さらに、波長によって、近赤外線、中赤外線、遠赤外線に分けられる。それぞれの波長区分は学会によって若干異なり、下記の区分は、その一例である、例えば天文学では10マイクロメートルくらいまでが、中赤外線として扱われることが多い。 近赤外線は波長がおよそ0.7から2.5マイクロメートルの電磁波で赤色の可視光線に近い波長を持つ。性質も可視光線に近い特性を持つため見えない光として赤外線カメラや赤外線通信、家電用のリモコンなどに応用されている。中赤外線は波長がおよそ2.5から4マイクロメートルの電磁波で 近赤外線の一部として分類されることもある。赤外分光の分野では、単に赤外というとこの領域を指すことが多い。波数が1300から650センチメートルの領域は指紋領域と呼ばれ、物質固有の吸収スペクトルが現れるため、化学物質の同定に用いられる。遠赤外線は波長がおよそ4から1000マイクロメートルの電磁波で、 電波に近い性質も持つ。すべての物質は国体放射と呼ぶ現象により、温度に応じたスペクトルを持つ電磁波を放射するが、常温の物体からは必ず赤外線が放射されている。高い温度の物体ほど赤外線を強く放射し、放射のピークの波長は温度に反比例する。室温摂氏20度の物体が放射する。赤外線のピーク波長は10マイクロメートル程度である。 熱線とも呼ばれる。なお、科学用語としての遠赤外線とは全く関係のない商品等で遠赤外線の効能をうたうものが多数存在するが、それらは科学的な根拠のない疑似科学的なものであり、注意が必要である。赤外線は大気に吸収され、その一部が地上に届く。水は遠赤外線よりも近赤外線を強く吸収するが、 いずれの波長も数ミリメートル以上は透過しない。遠赤外線は体の内部まで浸透し内側から温めると言われることがあるが間違いである。遠赤外線はマイクロ波に近い波長を持つが物質の内部まで浸透する効果は当然ながらマイクロ波の方が顕著である。そしてマイクロ波のこの効果はむしろ人体に有害である可能性が指摘されている。 水に対する急光度は中赤外線及び、遠赤外線において、高く、従って、生体組織、特に、水分を多く含んだ組織に対しては、浅い部分でその多くが吸収される。このような波長のレーザである、炭酸ガスレーザ、ラムダイコール10.6マイクロメートルや、ER、ヤグレーザ、ラムダイコール2.94マイクロメートルは、生体組織の石灰や蒸散。 いずれも行固に比べ高いエネルギー密度や位置選択性が要求されるに用されている。また、赤外線は気候にも重大な影響を与えている。地表からは大量の赤外線が放出されるが、この赤外線を二酸化炭素などの温室効果ガスが、吸収し赤外線を再度放射する。この働きによって、地表の気温は上がる。この一連の動きは、温室効果と呼ばれ、 地球の気温を大きく上げる役割を果たしている。温室効果による赤外線放射は太陽から直接受け取る熱量を大きく上回ておりもし温室効果が存在しなかった場合は地球は氷点下の凍てついた惑星となる。1800年イギリスのウィリアム・ハーシェルにより赤外線放射が発見された。彼は太陽光をプリズムに透過させ カシコウのスペクトルの赤色光を超えた位置に温度計を置く実験を行った。この実験で温度計の温度は上昇し、このことから彼は赤色光の先にも目に見えない光が存在すると結論づけた。この発見に刺激され、翌1801年にはドイツのヨハンビルヘルム・リッターにリ利外線も発見されている。1850年にはイタリアのマセドニオメロニが 赤外線には反射、屈折、変更、干渉、解説が見られ、その性質は可視光と同じであることを実験によって示した。遠赤外線、熱線の放射は対象物に熱を与える効果があり、暖房や調理器具などとして利用されている。多くの暖房器具は副射を利用しているが、暖房効果における副射の比率には大小がある。主に副車による 暖房器具として、こたつ、電気ストーブなどがある。燃焼を使う器具は、温度が高いため可視光の比率が多いが、温度の低い触媒燃焼を利用する器具もある。副車を利用した調理器具としては、電気オーブンやオーブントースターが挙げられる。また塗装の工程で、塗装面に熱を与えて硬化させる場合には、副車を利用した専用のヒーターが用いられる。リフロー方式による、 プリント基板のハンダ付けでは、基板も及び部品の加熱に用いるリフローロにおいて、遠赤外線がしばしば使用される。上述の通り、遠赤外線は体の内部から温めると言われるが、これは誤りであり、数ミリ程度しか浸透しない。物質の内部から温める効果としては、遠赤外線よりも波長が長い電磁波であるマイク波の方がより顕著である。 その一方でマイクロ波は対象となる物質によっては透過したり反射されたりするため加熱が困難不可能な場合もある透明なシリコーン樹脂製の型にプラスチックのペレットを充填し近赤外線で加熱成形する光成形法が金型による射出成形よりも低コストな製造法として注目されている水器や 燃費改善剤など、熱とは、直接的に関係のない塩石外線の効果を謳う、商品の中には、科学的に実証されていない、疑似科学に過ぎない商品もある。また、塩石外線は体に良い効果があるとされる一方で、電磁波、マイクロ波は、人体に悪影響を与えると言われることが多い。マイクロ波の人体への影響は、現状では可能性が指摘されているだけで、実証は、 今後の課題である。マイクロ波は100マイクロメートル以上、遠赤外線は1000マイクロメートル以下の波長の電磁波であり、100マイクロメートル1000マイクロメートルで両者は重複している。遠赤外線の効能、マイクロ波の危険性を訴える立場において、どの波長が境目となるのかの具体的な発表はない。近赤外線と遠赤外線は、センサー目的に 各分野で広く用いられている。赤外線は、可視光に比べて波長が長いため、散乱しにくい性質を利用して、煙や薄い布などを透過して、向こう側の物体を撮影するために用いることができる。また目に見えないという特性もあるため、夜間に被写体を近赤外線光源で照らしても被写体に気づかれること、なく撮影することができることから、警備、防衛用途や、 野生動物の観察、研究用途にも広く用いられている。これらの用途には種として近赤外線が用いられる。一方、あらゆる物体はそれ自身の温度によった遠赤外線を出している。国体放射ため、遠赤外線センサは光源がない場所でも目標を視認することが可能となる。また国体放射においては温度に応じて異なる。 周波数の赤外線が放射されることから、対象物の温度を検知できる。これを利用した技術がサーモグラフィーである。地表や海面の温度を調べるのは、もちろんのこと、植生の状況をモニタリングするために、近赤外域や中間赤外域、短波長赤外域が使用される。植生は太陽光の下地域の反射が低く。 近赤外域の反射が非常に強いという分光反射特性を持つ。可視赤色域と近赤外域を用いた植生指数が多数提唱されている。赤外線で星や銀河等を観測することにより、他の波長の電磁波ではわからない現象を調べることができる。例えば我々の銀河系中心方向には、視線方向に可視光を吸収してしまう。 静管物質があるため可視光線では観測できないが、赤外線を検出することにより、銀河中心付近の星の分布などを調べることができる。近距離赤外線通信規格イルダの携帯電話への普及により、赤外線通信が一般に認知され、使用されるようになった。電波で通信する方式に比べて、信号が空間的に広がりにくく、解説を起こさず、 障害物があると通信できない欠点はあるものの、それは第三者に傍受されにくいというセキュリティ上の大きな長所でもある。ザウルスなどの以前の機種ではアスク方式が用いられていた。また、屋外で使う自動車用ドアロックワイヤレスリモコンは周囲の明るい光が妨害源となり赤外線通信には不向きであるので電波を利用するものが多いが、 強烈な光にさらされることのない屋内で使われる加減製品のワイヤレスリモコンは電磁ノイズの影響を受けない赤外線を利用しているものがほとんどである。音のワイヤレス伝送を行う場合に電波を使わずパルス変調した赤外線を光源から発信し受光器で受信して復調する機器がいくつか存在する。家庭用ではヘッドホンで使用され、業務用では カラオケのマイクロフォンや同時通訳を聞く際のレシーバに使用されている。電波と異なり壁を透過しないので外部との渾身や登頂の心配が少なくマルチチャンネル化も容易で利便性が高いが一方で送受信機の間に大きな物体があるなど赤外線が届かない条件もしばしば切るため使用場所の形状によっては送受信機のうち固定機側について 数を増やしたり、人や物に遮られない高所に設置するなどの検討が必要になる。また移動機側も衣服のポケットに入れたり、手で握るなど赤外線を遮らないよう注意する必要がある。受信機に太陽光などの強力な熱線が当たると、受信センサーの赤外線が飽和して電荘が不調にいる場合もある。生体認証の一方式として使用される。 皮膚への浸透深度は、近赤外線域では、数ミリメートル、最大6ミリメートルである。単波長側、0.7から0.8マイクロメートルの、近赤外光は、静脈認証や、医療用の一部の検査装置などに利用され、静脈認証は、静脈血内のヘモグロビンが、近赤外光を強く吸収する性質を利用している。すべての分子には、ある決まった、 周波数の電磁波を吸収する性質がある。これを赤外線の領域で調べる手法が赤外分光法、IR 法であり、分子内部における原子の振動状態を通じて物質の構造に関する知見を得ることができる。赤外領域の基準振動がスペクトル分析の基本であるが吸収が大きすぎるため、近赤外領域にある吸収の少ない倍音。 サンバイオンを観測することもある。近赤外の分光法は赤外に比べ感度が極めて低く、そのため利用が遅れていたが、分析手法の発達により、被破壊検査、測定に利用されるようになった。熱門とは、熱源から放射される赤外線の固有の波長分布や形状を指し、熱門をデータベースと称号することにより、熱源を同定することができる。 特別な場合に限られるものの、人の視覚でも赤外線を感知できることもあるという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。